ケさんの合図が来ない、はい、いいですか。じゃああれで16分まで行きましょう。16分みたいな、はい、はい、さて命のレシピっていう言葉が先ほどね、あのキラリの耳には響いたんですけれども、はい、これからそのことについて何か思い入れがあってやっていこうとされてるんですよね。そうです。それちょっと伺いたいんですけど、はい、僕はやっぱりあの歯医者さんだったし、はい、大学の医科歯科大学で医学の先生だとか、うん、保健さんとか衛生さんに講義をする機会があったんですけれども、はい、要するに生命、命の生命現象の結果を科学したその知識で病気や健康を捉えていたんだけれども、うん、もっとリアルな生活の中からやっぱり命をこう躍動させてる時に、うん、この健全な60兆の細胞がもうダイナミックに健全になるし一つに統合できるんだって、うん、そういう仮説を立てたんですよ。それで命っていうのは目に見えないけれどもどうやら2つの価値があるなと。一つは60兆の細胞を例えば脳の細胞、うん、お腹の細胞ね、うん、歯の細胞とかそれ個々の形と機能はバラバラにできるけれどもそれはしっかりできなきゃいけないんだけれども、うん、それを一つに統合して健全な人格に統合できて初めて免疫力とか自主権のバランスも整って唾液の出方も良くなるしって、うん、その考え方を両方入れたようなその命のレシピ、要するにカタカナの命で言えよ減少された科学と命そのものにアプローチして、うん、この日常で本当にリアルに生きている人間にどう迫ったらその健康というものをこの想像できるのかというのが僕の今テーマにしている、うんことなんですよ。なるほど。なんかとっても崇高な気がしますが、でもなんか肝心要のことのような気もします。本当にそうですよね。命を失えば心も体も動かなくなって死んでしまうわけですよね、うん、それなのになぜ現代の医学は命そのものに迫らないのかっていうのが僕のそもそものスタートだったわけです。ですよね。だってあの60兆の細胞でね、はい、人間の体ができてるとよく言われてるじゃないですか、はいはい、でもこの60兆の細胞って言った時に、はい、例えば髪の毛も皮膚もその臓器も、はい、手足もその外側の形はあのよくわかる、うん、でも形作っても肝心の本質はっていうとその形の中を通る生命エネルギーそのものですよね。そのですね。それがなんか免疫力でもあるし、はいはい、生体エネルギーでもあるし、はいはい、そっちこそがいい命ですよね。その通りですね。ですからあの命にはカタカナで命とそれでひらがなの命と書きますが、はい、後者の命はずっとつながり合っている命だと思ってるんですね。ひらがなの命、ね、それで外に開かれて、はい、人間関係においてもそうですけれども、うん、この60兆の細胞もお互いにコミュニケーションして、うん一つに統合する力をひらがなの命で表現してるんですよ、うん、だからその使い方を具体的に社会で日常さんどういうふうに使うのかっていうのが僕の今後のテーマでみんなに分かるようにこれから説明していきたいと思っているんですね。今こう骨子を作って言語化してみんなに通じる、その発信の仕方っていうのを構築中って感じですか、はい、やりたいんですよ。だから生命現象だけにのっとった科学エビデンスにのっとって AI のような健康感、うん、病気予防ではなくて、うん、自分の中にあるそのつながり合う、うん、ダイナミックに揺らがして60兆の細胞を一つにまとめるひらがなの命をどう使うかっていうのが今後のテーマになってるということですね。そこにきっとシンクロが絡んでくるんですか。そうなんですよ。命と命のシンクロ。はい。だからそのいやあのねひらがなの命が分かってくて臨床を固めてくると、うん、この時空間を超えた自分が存在だという見方が開かれてくるんですよ。だから作用的にカタカナの命でエビデンスにのっとって自分のその日々の生活を AI のように固めちゃうとシンクロはありえないですね。ですよね。だから今言ってくださったのは、AI 的な見方っていうのはその機能的なこの目が視覚としてこう3次元にこうその通りですよね見えるっていうだけで、でもその命そのものはその中に宿る本質なので、はい、3次元的な見方ではないそうなんですよ。キャッチの仕方がありそうですね。そうですね。ですから今自分に宿ると同時にそれは世界に開かれるものであるんですね、うんうんうん、はい。なんかあの多分このお話って
あの1時間でも2時間でも1日でもずっと続きそうなぐらい奥が深い話だと思うので、朝のリスナーの皆さんにどこまで届いてるかですけれども、まあ、あのシンクロを楽しむところがきっと命の喜ぶ原点のような気がしますね。おっしゃる通りだと思います。まずはそこからでしょうかね。はい、そうだと思います。はい、でこの命のレシピには、そのレシピっていうとなんか美味しそうとかですね期待しちゃうんですけど、はいはい、その辺はどうなんですかね。それでいいと思うんです。いいと思いますよね。はい、これ分かってくると本当に楽しくて人生はハッピーしかなくなってくるんですよ。なんかワクワクハッピーしかない、そうなんです、そうなんです。キラリはそれをピンピンキラリって呼んでるんですけど。あ、なるほど、それはいいですね。命ピンピンキラリ、それは賛成ですね。賛成ですか。トモケさんどうでしょうね。はい、私も加わせていただきます。はい、ということで、もしその命のレシピとか今後あの島田さんの考え方に賛同してね、何かお話したいとかコンタクト取りたい人はどういうふうに連絡取ったらいいですかね。うん、まあ、あのネットでですね、うん、志すに村の、はい、あるいは即会会に立ですね、はい、どうでしたっけ、でネットで検索するとたくさん情報出てきますので、なるほど、そこから、はい、では皆さん興味のある方は志村のりおさんで検索してつながってみてください。あるいはともけさんにコンタクトでもいいね。はい、はい、ということで、なんか楽しい時間あっという間でしたが、ありがとうございます。はい、今日はどうもありがとうございました。志村のりお先生、歯医者さんの先生でしたね。ということで、ともけさん、そろそろ、はい、30分あっという間に経ちましたが、そろそろお別れの時間来ちゃったよ。はいですね、はい、はい、締めますね。はい、はい、この番組は未来の常識を創造するシンクロプラスの提供でお送りいたしました。時間が経つの本当に早いですね。今週のシンクロプラス、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティはキラリと、はい、シンクロナビゲーターともけでした。はい、また来週お会いしましょう。志村先生、今日はありがとうございました。バイバイ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。